では改めまして、すみません、第8巡選択希望選手、はい、アトレティコ石山子、興梠慎三、フォワード浦和レッズ。なるほど、慎三さん。ちょっと外国人と組んだ時に負けん気強く点取ってくれそうっていうので、うんうんうん、ちょっと興梠さんを。もう鹿島の時からね、外国人とうまく組んでやってるからね、はいはい、そうですね。だからいい、うまいことますよ。だってもうマルキノスともやってましたから、マルキノスとからね、はい、計算できる選手ですもんね。間違いないね。硬いね、結果ね。硬いな、硬いね、はい、冒険が全くないね、はい、何もう任せましたから、地域密着と銀河系にこれ本当蓋開いたらすごい強いチームになってる。強い強い、いや強いでしょ。でも強いよ、強いよ、強い。穴がないもん、うん、穴がない。で結果勝てばいいんですからそういうこと、そういうこと、そうでしょ。なんだよそれ。監督としては、まあまあ、勝てばいいでしょ。要は勝てばいいね。でも勝ちに行ってどないすんねんっていうね。そうよ、まあ、それはもう本当にもう一旦捨ててるんで、勝ちに。そ芸人がどうとかじゃないんで、そうなんだ。もう勝ちに、勝ちに行ってるんですよ。勝ちに行った方がいい、勝ちに行った方がいい、はい、いや興梠はいい選手ですよ。いいよね、これはいいっすよ。さあそれでは9位指名選手の入札を開始いたします。もうどうしようかな、もう絶対被らへん。自信はもう出てきたわ。まこちゃんやってみるか。本当に、どうしよう、はい、誰でもいいよ。よし、もうこれ、これもこれ決まり。もうちょい、まこちゃん、この辺ばっかですもんね。そうな、もう上手やしな。そう、結局そうなっちゃうんですよね。ただそのレフティーがもうない。レフティーがどのぐらいいきますか。レフティー、レフティー、チームもレフティー出来上がっていると思う。やったらこれやからな。やっぱりこうフリーになったらやっぱ重ならないね、なかなか。そうですね、ポジションがねバラバラになるからね。取りたい選手取られちゃったっていうのあるけどね。そうなんですよ。だ結局これはもうめっちゃ、ああでもちょっと待って、俺今それ言いながらなんか、まあまあ完全にそう、完全にない、ね、もう今もう80こっち行ってますからね、100になる。じゃあ行きますか。さあ今1分が経過しました。これ行きますか。じゃあこれでええわ。あ、よっしゃ決めた。はい、あ1分早い。あーこれは難しくなってきた。最後の方決めるのむずいな。かぶんないですかね。かぶんないか。いや、かぶんないんじゃない。かぶんないと思うんだけどな。多分もうでも出る選手、出る選手もう決まってきてるからね。もう固くなっちゃうね、おのずと。そうですね、まあ残ってる選手も少なくなってくるという中で、そう確かに重なる可能性は。あ、うん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 、なんかおもろい感じ思いついた。ごめんなさい。すいません、ちょっと雑なってきてる。雑なってきてる、だんだんね。9巡目にもなると。そうですね、雑さがあるとね。苛立ちが目立つ。もうなんかチームが骨格が出てきちゃったからね。そうなんですよね、もうおのずと決まってくるというかね。サイドもずいな。そう、興梠慎三、こんなにね。もう今海外飛んのはもうあかんみたいな空気すら出始めて。そんな感じですよね。いい選手いっぱい。外国籍ね。ここむずいな。あでもマッキーさん。ここかここやな。第9巡選択希望選手。ヒラートユナイテッド。伊東純也。ミッドフィルダー、柏レイソル。ありがとうございます。ほ渋いとこ来たね。これ選手ほんまにあのいい選手ですよ。これは本当にいい選手ですよ。で今回僕ちょっとやりながら最初3バックでやりたいかなと思ってたけど、やりながら4バックになってきたんで、伊東純也選手はちょっと今回右サイドバックで、右サイドバックでいくのやってもらおうかなと思って。本当ちょっと攻撃的に。でもイケメンだよね。イケメンなんです。ありがとうございます。そこを言ってくれたらいいです、ね、やっぱ大事なんですね。かなりのイケメンだよね。田中純也、伊藤純也は、純也はイケメンなんだね。いいでしょ。本当はダブル純也、ダブル純也、ダブル純也でいかせてもらう。ダブル純也でなんかデビューできそうだね。はい、あちょっとね、あのキーワードになりそうやな。 CD とかも出そうかな、ちょっとダブル純也。今のは完全に福田さんのダブル純也からもらってるし、ね、ダブル CD、はい、そうしようかなと思ってるんで、はい、あかなりいいよ、スピードあるしね。はい、でもディフェンスはどうですか。そこはちょっとあの他の選手で、まあ、蛍選手もいますし、井出口選手もいますので、硬いね、そこのボランチ2人。はい、これはなかなかいいと思います。いや超守備的だね、そこの2人は。そうなんです。
第90選択希望選手 FC 福田、牧野智章、ディフェンス浦和レッズ。まあ花ありますわね。花ありますわ。まあね、はい、やられたな。福田さんのやつがやっぱちょっとずつ被ってくるな。そうなんですよね。福田さん、ヤマキの行こうかっていうのが取られるな、先に。本当？右がね。次行こうかなって思ってますね。そうそう、右はね。難しいよね。難しいです。こっちはまあどっち行けるとしても、まあ右、うん、そうか。第9巡選択希望選手、アトレティコ石山子、柏木陽介、ミッドフィルダー浦和レッズ。レフティーでそれでちょっと置きます、そこに。あ、なるほど、はい、なるほどね、うん、ちょっとこの、まあ、でも横並びでこれはもう間違いなくいい選手ですからね。レフティー、ちょっとちゃんとしたレフティー、うん、左利きですからね、はいはいはい、これマジでサイドむずいな、はい、これね結構いないんだよ。だから3にするか4にするかでサイドの選手も変わってきますもんね。そういうこと、本当に必要な選手っていうのが、これかかなって私も思いました。これかぶりそうやな、ね、でもここに来て9巡目まで今、終えているという状況で、はい、チームずつまたお話を伺っていきたいと思いますが、まずは平畑ユナイテッドから、はい、ここまで振り返っていきます。そうですね、もうここに来るまで考えてたメンバーとは全く違うメンバーが今生まれてるというそコンセプトがここに来て固まったからということですか。そうですね、やりながら固まってきたというのと、まあやっぱり希望の選手が取れない時もありますんで、そうなってからやっぱちょっとまた別にいろいろ考え出したというところがありますね、はい、ここまでのフォーメーションちょっと見せていただいてよろしいですか。はい、最初、3バックでやろうとしたんですけども、庄司選手が取れなかったことで、4バックにするということになりました。で、4-3-3も考えたんですけども、蛍選手と井出口選手を取ったので、そこもダブルボランチ、はいはいはい、であとは右のワイド と、左サイドバックが必要というところですかね、はい、4-2-3-1 というところで、はい、でもう残り2名の指名ということですか。もうそこのあたりも固まってきている。もう固まってますし、多分被らないと思います。お、はい、最後までコンセプトを貫き通せそうな。そうですね、やっぱり、まず地域密着お大事にめっちゃ言ってるからね、それはブレないのね。もうこれは絶対ブレない。もう最後、はい、もうあと2人ですからね。そうです、はい、って言ってるから。分かりました。では、続きまして FC 福田、ここまでいかがでしょうか。順調じゃないですかね、うん、柿谷、小野伸二、この辺取れてますし、はい、まあ、牧野も取れましたし、うん、そういう意味じゃ花のあるチームになってきたと僕は思いますよ、うん、そうそうたるもんメンバーですね、うん、ただこれで戦えるかって言ったらちょっと戦えないと思います戦わなきゃダメなんですか、ね、これも絶対戦えないです。戦わなきゃフォーメーション見させていただいて、ちょっと待ってください。いやでもすごいですよ、まだ牧野はどうするか分かってないですか。あ、まだ考えてない。牧野センターバックか右サイドか左サイド、なるほど、はい、でもその戦い、その勝つ負ける云々じゃなくて、見たいチームではありますよね。見たい、めっちゃ見たい、確実に超絶見たい。ただ俺は監督をやりたくないこのチームではこれ大変ですよ。まずだって練習10時からやるって10時にみんな来ないもんあー、そうですね、でも、もう見たいです、これは。まあね、確実に見たい。ちょっとね、うん、ボランチにね、もう少し守備的な選手を置きたかったんですよ、うん、はい、でもやっぱね、花のある選手選んじゃったんですよ、ね、いや、これどっちかとあんま守備できる選手を置けなかったんですよ。だからまあ4点取られても5点取るぐらいの勢いなわけでしょ。まあまあまあ、そういうことですね。お客さんはそれ見たいですもんね、はい、そういうことですよ、うん、はい、1-0 の試合は結構ですもんね、点いっぱい入って、はい、そうです、面白いゲームになるからね、はい、ただまあシーズンの最初にこれチーム崩壊しますねでもキャンプで崩壊してる可能性ありますね。キャンプで崩壊してますね。よう大金払ってこれ集めたのに、まあ、すごい。本当本当本当そうですよ。お金持ちのオーナーがバックにいますから、うん、大丈夫。石油王がついてます。石油王がついてますから、ここ名前もっとあったでしょ、じゃあ石油王な。そうね、ちょっとベタな感じで、ね、福田FC でこれです。そうそうそう、福田FC という名前でこの豪華メンツ、そうそうそう、アブラモビッチからですよね。ね、そうですね。ね、はい、いいですよ。金持ち感あっていいですよ、いいよね、このチームは。いいね、はい、もうこうなると残り2名というのは当然ディフェンスの2人という。まあまあディフェンスでいこうかなと思ってますけど。はい、別に、まあ、守れなくなっちゃうんで。そうですね、コンバートしてもいいんじゃないですか、そのちょっと。3バックにするか、4バックにするかっていうのもあるんだけど。そういうことか。でもちょっと前の選手がディフェンスのできる選手誰もいないんで。そうですね。はい、でフォーメーションは4-2-3-1で、はいはい、4-2-3-1、あと残り2名というところですね。はい、了解いたしました。
では最後にアトレティコ石山、はい、ここまでいかがでしょうか。これはでもかなりいい選手ばっか取りましたから、もう赤白のストライプ見えてきたでしょう、ね、これ多分似合いますからね皆さん。これめっちゃ強いでしょ。強いね、そうですね、これ強いね、はい、これもう全部シーズンもちょっと天皇杯も全部もらえますね、うん、これいいでしょ。まこちゃんこれはいいですね。やっぱ庄司さんな取れたのでかい。まずこれでまずあの地域密着が狂ったかな、まず地域密着チームが狂ったのと、やっぱその福田さんのその阿部さん取ったのと、ね、西川周作さん取ったも、ね、だからディフェンスが、そうなんですよ、ね、福田さん決めかねてる、ね、ここ2個取られてるから。そうなんだよね、要はね、2人が取りたかったやつを取ったチームなの横取りだ、横取り、横取りチームなの、これ横取ってくっつけたんですよね。そう、それは素晴らしい、これいいチームなんですよ。でも手堅いからですね、はい、ちょっと面白い。でもバランス取れてるね、一番ね、いいチーム、いいチームだね本当に、はい、僕も庄司選手取れてたらもう全然違うメンバーになってましたよ多分。そんな変わってました。はい、本当にだいぶ変わりました。いやちょっとあのチーム勝たれへんな残り2メートルはもう完全にサイドの、サイドをちょっと今どうしようってなってますね。でもディフェンスは固めたいですね、はい、そいつおったらいいよなっていうやつを、うん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 、はい、ここをマークされないように他の方に取れれば、まあ、最後に取り合いがあるかもしれない、はい、そう次大事です、次大事です、次揃えばもう完璧です、ほとんど。それでは9巡目まで終えまして、再びここで休憩とさせていただきます。一旦小島さんにお返しいたします。はい、もう次でラストになりますから、はい、もうラストスタートということで、皆さんチームがどのような形になるのか、うん、来週分かりますので皆様お楽しみにしていてください。それではまた来週。